はい、こんにちは、石原スポーツです。皆さん、お元気ですか？はい、こんにちは。ミスター G さんご来店、金曜日の男、ありがとうございます。皆さん、1週間ぶりでございます。10時15分の男、ミスター G でございます。今日もよろしくお願いいたします。今日はですね、スポーツ屋さんと、我々マーク屋さんのですね、貴重なやり取りのところでですね、少し皆さんに知っていただけたらなと思って、G のお部屋ということで企画の方を準備させていただきましたので、よろしくお付き合いください。では早速始めていきたいと思いますけれども、よろしいですか？はい、はい、お願いします。ありがとうございます。まず先に、前置きをさせていただきたいと思います。河野さん、この度ご依頼ありがとうございます。先週の AT さん、袖の、AT マークかっこよかったですよね。まあ、それにですね、河野さんも、さらにこう乗っかかってきていただきまして、河野さんオリジナルマーク、新マークですね、はい、の方を、また今日ご提案ということでですね、私作ってまいりましたけど、ご披露させてもらっていいですか？はい、いかがでしょうかということで見ていただきたいと思います。はい、皆さんいかがでしょうか？ちなみにですね、周りの青いところはですね、今回河野さんがご要望いただいたこのデサントのこの辺ですか、フリースですね。先週 AT さんは本体黒でしたけれども、河野さんはこれなんていう色ですか、石原さん？ロイヤルブルーです。ロイヤルブルー。あ、そうですね。いい色ですね。確かこれ、かの有名なネクサスさんも。そうです。あ、河野さん。さすがですね、河野さん。ファンクラブ入ってますからね。あ、もう河野さんレベルが違いますね。河野さん、我が社のファンクラブにも入ってください。ということで河野さん、そして皆さんどうですか？今日41星マークということでですね、見てください。ちなみにですね、文字の本体の部分は、NG と、を考えております。そして河野さん、今回はちょっともっこりさせたウレタン入りということでですね、ちょっとボリュームをつけてですね、サイバリオのもっこりさせたですね、ボリュームをつけて、今回は提案させていただこうかなと思っております。そして縁がですね、シルバー糸、銀糸ですねを考えておりまして、そして、周りのですね、ちょっと車体にさせてもらった星ですね。これ抜きの感じにしてありますので、今皆さんゴールドで見えてると思うんですけども、線の部分だけを刺繍させていただくという形でですね。なので、ブルーのところは地の本体の色だと思っていただければいいかなと思います。皆さんどうでしょうか？はい。河野さんがお決めになることですので、河野さん、人生は選択の繰り返しです。どの道を選ぶのか、どれを選ぶのか、河野さん、この後メッセージお待ちしております。ということで、皆さん、河野さんのマーク、新しいマークいかがでしょうか？ということで、石原さんどうですか？かっこいいと思います。はい、河野さんでもさすがですよね。河野さんこんなようなイメージを持ってらっしゃいましたから、はい、僕もさすが河野さんだなと思ってですね、もういつも本当に河野さんのマメなところ、僕すごいなと思ってます。もう真似できないんですけども。はい。河野さん、またよろしくご審議いただきたいと思います。色とかですね、またもし変更しては欲しかったなんていうことがありましたら変更させていただきますので、おっしゃっていただければと思います。よろしくお願いいたします。というようにですね、今日の、ターゲットはですね、発表させていただきます。いいですか？はい。ということで、今日僕このランディさんをこうターゲットにするにあたっていろいろ準備してまいりました。じいさん忙しいのにね、はい、いつできるんだろう。これちょっとなんか僕これをやることによって、いや実は R 少子暇なんじゃねえかって思われたらちょっといけないですけど、これあくまで夜な夜なやっておりますので、はい、上司に見つからないように夜な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 こそこそやっておりますので、はい、では、皆さんまた石原スポーツさんもぜひ参加していただきたいんですけど、はい、シルエットクイズということでですね、ちょっといきますね。はい、皆さん1番2番3番ですね、丸1丸2丸3というふうに書いてあると思いますけど、ここでコメント入ってるダースモンさん、知らねえよ、そんな日本のプロ野球選手なんか、はいはい、私は野球は嫌いだよって入ってるコメント。ということで皆さん、これ分かりますか？はい、1番誰だと思いますか？ヒント、ジャイアンツの選手です。2番誰だと思いますか？ヒント、ジャイアンツの選手です。ちなみに、移籍した方ですね。
それから3番、こちらも元ジャイアンツの選手、そして、今ピッチングコーチ三軍になりましたかね、2022年は、のピッチングコーチをやらさせていただく人間です。その前はあのパリーグの松坂世代の方ですね。ということで石原スポーツは分かりましたか。そうですか、はいはい、じゃあ、はい、ジャイアンツですよね。ジャイアンツですね。一番は、はい、分かった、はい、ブランデン・クロフォード。ありがとうございます。僕の分からないボケ言っていただきまして。サンフランシスコジャイアンツじゃないですか。あ、そういうことなんですね。言ってもらわないと僕びっくりした。今そこでダースモールさんとそうさっきの振りが行けるわけですね。いやさすが息ぴったりですね。日本でお願いします。僕が来てるんですから。あ、日本で、あ、読売、はい、読売ですか。読売でお願いします。読売さん、読売で、はい、そうだな、はい、まあジャイアンツだったら一番の方、関氏だったら僕みたいな、そういう感じだと思いますけどね。あの三塁にいる人かな。ああ、カズマ岡本ですか。はい、ああ、ちょっと足の相方がな。ああ、王貞治。はい、ブブーということで、皆さん1番は坂本勇人選手ですね。あら、はい、そして2番はもう答え言っちゃいます、どうせ早送りされるんで、2番丸義弘そして3番が杉内俊也でございます。はい、素晴らしい。はい、皆さんジャイアンツで活躍されたら、されている、された素晴らしい方々ですね。ランディさんの話じゃなかったんですか。そうなんです。でここでですね、皆さんなぜこんなことをしたかというと、まあこういうですね、最近自分のですね、こう写真をこう構えた写真とか、はい、打った時の写真とか、はいはい、そういうのをですね、僕よく写真をお預かりして、このように輪郭を取って、シルエットにすることがよくあるんです。わかった、この前の結婚式のクッションみたいだ。ああ、そういうことですね。そういうのが素晴らしくて流行っておりましてで今回、もう一個これで、ごめんなさい、ランディさんの話なんですけど、はい、今からごめんなさい、大変皆さん、ランディさんに対する質問ですので、ランディさんすぐチャットで答えていただきたいと思います。個人的に。そうです、ランディさんいきますよ。シルエットクイズです。これランディさんだけに質問です、はい、どうですかこれ。ちなみに石原スポーツさん分かります、どこのチームですか。これはですね、ローコーローシリーのチームなんですけど、だったですね。だったですよ。そっか、はい。AT さん分かります？河野さんどうですか？どうですか河野さん。はい。河野さんさっきのにこういう審判やってる姿とかいいかもしれないですよね。河野さんね。ということで、はい、ランディさんどうですかこれ。まさか分からないなんて言わないですよねこれ。ランディさんこれもし分からなかったら、我が社のですね、あのこのクッション、ランディさんの職場に50個売りつけに行きますのでよろしくお願いします。掛布正幸ブブー。でも狙いいですよね。あ、そういうことですね。バックスクリーン3連発だ。バックスクリーン3連発。はい、あと2人お願いします。岡田。いやいやいや、これが岡田明信に見えますか。はい、じゃあ、はい、バース。あー、ということでこれですね。かっこいい。はい、ランディブースでございまして、ランディさんといえばやっぱりランディバースですから、そうですね、私ちょっとこういうのを夜な夜な準備しまして、ランディさんのマークはこちらになります。はい、ランディさんこれをですね、どうですかランディさん。フーディー作るか、はい、あ、クリアファイル作ろっか。あ、そうですね。あ、アクリルスタンド。あ、ちなみにこれあのシルエットはいいんですけど、はい、ランディ44って書いてありますよね、はい、これ書体わかります。あ、タイガース文字だ。正解でございます。タイガース書体に黒縁をつけて、そして44も現タイガースで使われている番号書体でございます。あ、こういうのがあるんですよ。どっかにしましま入れたいな。あ、まあ消化だったらできますからね。はい、ということでこれあのさっきあの河野さんのオリジナルロゴを完成させましたけど、これがあのランディさんの私が勝手に決めたオリジナルロゴでございますので、ランディさんぜひこれでですね、石原スポーツさんでフーディーでも1枚。皆さんどうですかこのランディーマーク、よくないですか。かっこいいです。はい、ということで、あのこういったシルエットとかでもですね、またあのお望みであれば私ブランドサポートもさせてもらっておりますので、はい、ぜひその場合は R 商事によろしくお願いいたします。石原スポーツさんに来てオリジナルマークを作りましょう。ということで、これで G のお部屋終わりたいと思います。まあ、要は、スポーツ屋さんとマーク屋は、親密な関係にないと、うまくお仕事が、スムーズにいかない。そして、そのように頑張らさせてもらってるのは、
この動画をご覧の皆様のためにございますので、また今後ともよろしくお願いいたします。お願いいたします。はい、今週のジャパンカップなんですけども、ランディさん、もう仕方ないですよね。ディープサンクの2頭が強そうですね。ただ僕は、2-4 よりも 4-2、 そして3着候補はアリストテレスが内枠だったら2着も考えたんですけどね。だから 4-2-9、 それからサンレーポケット、ジャングルポケット3区にも期待したいなと思っておりますので、まあ、大体僕は今週は2点買いぐらいですかね。よろしくお願いします。ありがとうございました。じゃあ締めに入りたいと思います。はい、楽しても苦労苦労苦労しても苦労苦労、ランディさんがこのマークを言っていてくれなきゃ、明日は雨、ある障子のミスター G。 ありがとうございました。ありがとうございました。今日もお疲れ様でした。いきなり手叩くから思わず言ったのがクロマティのテーマですからね。そうですか、はい、今そうだったんですか。ランディーバースに対抗してクロマティのテーマを歌うっていう、この僕のパッとした瞬発力、さすが、はい、もうディープサンクバリの瞬発力でした。さすがミスター G。 はい、ありがとうございました。伊達に G じゃない。いえ、帰ります。原辰徳さん万歳。いえいえいえ、でしょ、はい、手だけ入ろうかな。No. 手がいるね。顔入ってない。はい、入ってないです。どの辺がいいかな。あ、でもどの辺でもいいですよ。これくらいでいいかな。はい。ミス。ここで、ちょっとさすが石原スポーツさん、他のお店さんと違うなっていうところを皆さんにお伝えするんですけれども、他のお店さんはですね、まあご依頼いただいたマークをですね、こんなのでどうですかっていうふうに、まあ、メールとかを介してですね、デザイン画という形で、ご提案させてもいただくんですけれども、さすが世界の石原スポーツさん、やり方がもう違います。この映像で、河野さんに見ていただこうという、メールとかでではなくて、この映像で河野さんにご評価をこの場でいただこうっていう、この世界を股にかけるコンセプト、私はさすがだなと思います。もう G もびっくりでございます。ありがとうございます。ということで河野さん、きっと河野さんはもう一番にですね、こんばんはとチャットを送ってくださってると思いますので、早速河野さん、プロに入っててごめんなさい。フリースを、あ、今あのマネージャーが出しますのでお待ちください。アシスタントマネージャーが出しますのでね。はい。このように、お客様のですね、気持ちに寄り添ってスポーツ屋さんがあり、そしてそのさらに裏方でマーク屋さんがあるというような形でですね、我々はですね、お客さんが納得いくまでそういったあの形でですね、こうデザインを何回も作ったりしてですね、ゴーサインをいただくという形になっております。本当にあのいつも皆さんありがとうございますということなんですけれども、今日は僕大体1本に1回ターゲット、絞ってさせていただきますので、まあ、最近 AT さんばっかりちょっとターゲットにさせてもらってるんですけど先週もね AT さんと一緒にあのセブンイレブン行かさせていただいたりとかですねIT さん先週はドリンクごちそうさまでした。ありがとうございました。パン、ジャパンカップということがヒントなんですけれども、私のですね、競馬仲間のランディさんをですね、今日はターゲットに、皆さんしていきたいなと思います。ターゲットって言っても言い方悪いですね。いい意味でのことですので、ランディさんを、気分悪くしないでくださいね。お互い同じ思いをした仲ですから。いますけど、ちなみにこの01、02、03の書体は、今流行りのポプラムキュート型でございます。ダースモールさん、キュート型でございますので。もうデザインできちゃってるよ。はい、ランディさんもうよかった、もうよかったですね。ということでですね、デザイン料ただですよ。そうです、いいこと言ってくださいました、ね、はい、あくまでもじいさんのストレス発散の趣味でやった
いや、ね、そんなことないそんなことないバカ野郎社長、いやいやボケかすいやいやそんなことない作るとデザインって関係ないやつまあおっしゃる通りでですね我々こういうのはデータ化でですねデザインを作るのにも時間を要しますし労力を要しますからまあデザイン料をいただく場合がほとんどなんですけれどもねもうできちゃってるんだもうこれがですねやっぱりこれ仲間だから通称 IG 契約というのがございまして石原スポーツさんにはのちょっとことまたファミリーの方に関して言うと、デザイン料は請求できないという条約の一部になっておりまして細かいんですよ石原スポーツさんも本当にということでですねこれ毎週毎週金曜日、はい、社長は見てらっしゃらないんですか？うん、見てないと思います。大丈夫ですか？はい、もう今社長の悪口言っちゃったけど俺。え、そうですか？僕言ってないんでいいです。あ、いいですか？僕は言ってないし、はい、なので別に僕言うことないですので別に大丈夫です。はい、はい、セブンイレブンの話良かったんですか？もうはい、別にいいんですけど、まあ、今日もちゃんとセブンイレブンに行ってから。Tさんもうナンパです。あら皆さん AT さんナンパ師ですよ気をつけないと本当よーとか言いますからねああやいやこれカットですからね絶対えいやメンバーさん見たら何こいつってなるじゃないですか今ノリで言っちゃいました完全カットですちょっとカットっていうのはカットじゃないと思うでしょありますよ ね女の子がいや、ちょっと違うけど。違います。私の責任じゃない失礼いたしました。うん、では、